こんにちは、秋葉仁です。今回はですね、この新しく出た、280とですね、それから430と、手ブレの補正をちょっと比べてみたいと思います。ビデオカメラとね、比べるというのはちょっと違反だと思うんですけど、やっぱりね、この5軸どれくらいの実力があるか、やっぱり試してみたいですよね。さあ、それではですね、実際に始めてみたいと思うんですけど、歩いて撮ってる時にこっちのね、280の方にはここマイクがあるんですけど、何も加工してません。ただ430の方はここにマイクあるんですよ。タオルが巻いてあるんですね。だから歩いた時に風を切る音っていうのは若干ね、280の方が不利かもしれないんですけど、その辺はちょっと考慮してみていただいて、まあ手ブレの方ですね、ちょっと比べていただければと思います。では歩いてみたいと思います。はい、ということでですね、歩き始めました。今はですね、被写体を撮りながら、声の取り方とかね、ちょっと見てもらえればと思うんですけど、今ねちょっと風が止んでるので、ボーボー音というのは入ってないかと思うんですけど、こう歩いた時とかね、ちょっと風があると、もうすぐにね、キャノンの方はちょっとボーボーしちゃうかもしれません。430の方は、まあ、タオルを巻いてるのでね、はっきりと撮れる可能性はあります。このようにですね、歩いても意外と揺れてないですよね。キャノンね、なかなか今回のこのコンデジ頑張ってるんじゃないかと思います。それではですね、あとは風景を撮った時にどのように映るかなんですよね。多分ね、風景の方が揺れてる感じが分かりやすいんじゃないかと思います。今はまあ被写体撮ってると、どうしても目線がそこに行くんでね、分かりにくいと点もあるので、では今度は風景を撮ってみたいと思います。はい、それではですね、今度は風景を撮ってみたいと思います。人物が映らないとね、まあ揺れてる感じ、どのぐらい揺れてるのかというのが分かりやすいと思うので、実際見ていただきましょう。はい、実際に歩き始めました。今回はね、このバーに2台取り付けて、なおかつ片手で持ってるので、もうね、手ブレはねかなりしてるんですよね。この状態の中で、まあ、キャノンがね、どこまでこの空間光学手ブレ補正に挑むかっていうところですよね。でね、色味がね、キャノンの色の作りと、それからソニーの色の作り方ってね、やっぱり若干違うんですよね。まあ、これは好みだと思うんですけども、今回のコンデジ、価格帯の割にね、やっぱりビジック6っていうのがかなりいい感じで、僕はね聞いてると思うんですね。今ね、僕このビデオを撮りながら、両方のねモニターも比較してるんですけど、あ、やっぱね揺れないね。なかなかいい感じでいけてるんじゃないでしょうか。はい、ということでですね、いかがだったでしょうか。この、今回2つ並べて、検証しましたけども、ね、ビデオカメラ430と並べてしまうってとこに、もうそれだけで、ね、違反行為だと思うんですよ、ね、このコンデジと比べてしまうっていうのも。ただね、見ていただいて分かった通り、結構いい線いってますよね。コンデジでね、ここまでできるんだって。しかも価格的には半分ぐらいですよね。これはね、かなりメリット高いと思います。参考になりますでしょうか。ではまた。